ロック・ウェルフテルは毎年7月にベルギーのウェルフテルにあるウェルフテルフェスティバルパークで開催される音楽フェスティバル。ロック、ポップ、ヒップ,ップホップ、エレクトロニック、ダンスミュージックなどのアーティストが出演するオールジャンルのフェスティバルで4日間で約15万人を動員するベルギー最大級の音楽イベントである。1976年、 1> 第1回のロックウェルフテルがルーベン近郊のウェルフテル村で開催された。最初はバンザイとカンダハールが出演する1日限りのイベントとしてスタートしたが、長い年月をかけてベルギー最大級の音楽フェスへと発展してきた。もともとはターハウトウェルフテルと呼ばれるフェスティバルでベルギー国内の異なる2会場で同時開催されていた。1999年、 ターハウトの会場は廃止され、それ以降はウェールフテルのみで開催されている。2003年以降、創始者のハーマン・シューリマンズがフェスティバルをライブネーションに売却し、現在は4日間のフェスティバルとなっている。売却後も、ハーマン・シューリマンズは、イベントの主催者として、運営に携わっている。ありがとうございます。